はい、どうもカツキンです。今回ついに超望遠レンズ購入しました。今まで 7300mm で野鳥撮影してきたんですけど、 300mm だと遠くにいる野鳥を大きく映せなかったり、ピントが合ってるか分かりづらかったり、かなりトリミングしなきゃいけなかったり、いろいろ限界感じてました。ということで、シグマ156-600mm F5-6.3 DGDNOS スポーツ。今回はこちらのレンズで川澄さんを撮っていこうと思います。それでは早速歩いていきましょう。超望遠はやっぱりでっかいですね。でも手持ちでもいけるレベルですね。あ、いたいた。かわいいですね。川や池などの水辺に生息するカワセミさんなんですけど、縄張り意識が強くて同じ場所に同じ個体がいることが多いんです。いい角度になったところを撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、ぐにゃっと曲がった枝に止まっているカワセミさんを撮ってみました。背中の色が綺麗ですね。トリミングはしてるんですけど、今までよりも綺麗に大きく映るので、ファインダーの中で見つけやすくて、かなり撮影しやすいです。ぐにゃっと曲がった枝もアクセントになったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。綺麗な水辺に住んでるイメージが強いカワセミさんなんですけど、泊まれる木々や餌となる小魚があれば身近な場所にもいたりします。最近では都市部にある公園の池にもよく生息してます。水中を見下ろせる水辺の小枝などに止まって魚の姿を見つけると、勢いよく水中に飛び込んで獲物を捕らえるんです。いやー、飛んでるところ撮りたいな。でも全然飛ぶ気配ありません。はい、こちらの写真なんですけど、お腹を見せてるカワセミさんを撮ってみました。ふっくらしたお腹、可愛いですね。野鳥は冬の時期に羽毛を膨らませて寒さに耐えてるんだそうです。そういった意味でもこの時期は野鳥を可愛く撮るチャンスですね。ちなみに以前 7300mm で撮影した写真がこちら。 7300mm でもここまで写すことができます。比較したのがこちら。拡大するとこんな感じ。 7300mm だとめちゃくちゃトリミングしなきゃいけなかったので解像度が落ちちゃってたんですけど、それに比べて超望遠は少しのトリミングで済むので解像度はそこまで落ちません。ただ超望遠は重たいので、手軽さとどの程度綺麗に写したいかとの兼ね合いは考える必要はありますね。それではまたまた歩いていきましょう。全然動かない。近くにいたおじさんの話によると、餌があるところだと食事の間隔はだいたい1時間くらいだそうです。そろそろ1時間経つんですけど、未だに動く気配ありません。また明日来ようと思います。日を改めてまたカワセミさんに会いに来ました。さあ、今日は飛んでくれるかな。飛んだ飛んだ。やっぱり飛んでると元気に見えますね。いろんな枝に移動してます。飛ぶ瞬間撮りたいなぁ。いやぁ、難しい。まだ慣れないなぁ。はい、こちらの写真なんですけど、飛び立つカワセミさんを撮ってみました。羽を広げてる姿も素敵ですね。でもブレちゃいましたね。もう少しシャッタースピードを速くして
フォーカスポイントも飛び出す瞬間か飛び込む位置に固定したりする必要がありそうですね。飛んでるところを撮るのはなかなか難しそうです。次カワセミさんに会いに行ったらまたチャレンジしてみようと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は新しく購入した超望遠レンズでカワセミさんを撮っていったんですけど、遠くにいるカワセミさんをファインダー内で大きく確認できて嬉しかったです。超望遠レンズは頻繁に持ち出しづらいですけど、野鳥や動物や乗り物など動きのある遠くのものを写せるのはもちろん、最短撮影距離が58センチなので植物などをマクロっぽく写せるので幅広く使えそうだと思いました。これからもお散歩の楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時カツキンのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。それではまたお散歩しましょう。またね。